リアの塔をインに振ったのと、ショックの減衰を上げたのと、リアのワイドトレッドスペーサーを1枚抜いて、ちょっとナローにしてみて、面圧かかるようにしてみました。リアのメカニカルグリップを上げる作業をやり尽くしたスピリッツ、これでどうか。タイムはこれまでと変わらず。さっき見た？後ろからフックしちゃうのよ。あ、ブレーキ、あ、じゃあブレーキちょっと、はい、ブレーキバランスをフロント寄りに調整して再びアタック。ここでオリラーの走りが一変、攻めの走りに変わった。なんとスピリッツ MRS レコード樹立。よし、リアを強めたセッティングも功を奏し、高速セクションもストレスなく走り抜ける。5秒1、4秒台いけるね、このふざけんな、このクソ車と魔王の称号奪うは誰か。バトルはおよそ 1.5 キロ区間でのイニシャル D 方式。ゴーゲーバトル、ドリキン AE86 バーサステクノプロスピリッツ MRS。さあ、峠の魔王決定戦 S タイヤクラス、昭和対平成。まあ負けてもしょうがないかなっていう感じでね、全開でいきますよ。スーパーマミに終止符を打ちたいと思います。頑張ります。タイヤチョイスミスったね。もう一個柔らかいタイヤ持ってくればよかったよね。土屋さんがな、貴公子みたいな気を出すからな、はい、っていうとこですかね。1本目先行は MRS。 同じ排気量ながらパワーと軽さで MRS が加速で引き離す。そしてコーナリングも MRS が速い。折り返し地点となるヘアピンですでにこの差。さすがのドリドリもなすすべなし。スピリッツ MRS をぶっちぎり勝利。あれどんな感じですか？大丈夫？余裕。痛い。なんか体が痛いらしいっす。直線早すぎだあれ。2本目は86先行でスタート。MRS は余裕の走りでカメラカー状態。前ではドリドリのすごい走りがよく見える。セッティングよりも攻め込んだ走りの86に対して MRS のこの余裕、前後重量バランスの適正化により、スピリッツは MRS を究極のコーナリングマシンへと昇華させた。
MRS の勝利。スーパーマメの企画もこれにて終了です。終了しないよ。あ、違うんですか。あの今度出てきたければリアウィング外しなさい。なるほど、はい、そういうみたいです。Sタイヤクラスはスピリッツ MRS が勝ち上がった。峠バトル、スピリッツ MRS VS アシスト M3。 レース区間以外のところでどれぐらいこう縮めれるか、話せれるか頑張りたいと思います。頑張ります。ちょっとやっぱりなかなかあの重さがちょっとしんどいなっていうのはなんあの思ってます、はい。1本目は M3 が先行。420馬力のパワーで M3 が MRS を置き去りに。しかしコーナー一つで MRS がその差を取り返した。うわ、コーナー余裕できてんな。ここあんだ、ベタ付け後ろ。計測区間のヘアピンまでは大方の予想通りの展開。この後の高速セクションはどうか。ノブのアクセルとともに MRS が離される。最終で MRS が詰める。スピリッツ MRS の勝ち。ああ直線はやっぱ BM の方が早いけど、どこも離れるかも。コーナーでちょっと追いつく感じ。でも結構いいでしょう。ベタベタにやられてます。早い。2本目は MRS が先行。加速でぴったりとマークする M3。 ここら辺まではするけど、ここからの旋回性能がまさに水すましのごとく、MRS が逃げていく。ヘアピンでの差は1秒半。 M3 は詰められるのか。ヘアピン後の左90度を異次元の速さでクリア。スピードに乗った MRS は86どころか M3 までもマメにしてしまう。MRS の完全勝利。今でも BM の後ろ足、 BM はやっぱりブレーキとかがちょっと重さを感じるような動きなんですけど、加速とかコーナリングはやっぱ全然速かった。あ、全然速い。バランスいいと思うよ、はい、1500kmもあって、ね、あの距離のコーナーすごいな。いや大したもんだよ、これはびっくり、はいはい、ということでした。スピリッツ MRS 420馬力の M3 を破り本戦に進出。峠バトル。ダウン。軽くで気をつけていきます。セッティング後半の MCR はブレーキのフリーズが出ない走り方を探す作業となっていた。なんか突っ込んじゃいそうな感じだもん、ね、気配がプンプンあるから。やりましょう。 MCR はバトルを断念。スピリッツ MRS は不戦勝で準決勝に駒を進めた。アルボー S2000、まあ、今までのバトルで後半のハイスピードセクションでだいぶ S2000 の NA ということで出力的にちょっと劣ってたものですから、それを挽回するために今回スーパーチャージャーをつけてきて、一番見たいとこであり今回楽しみにしてるところですね。多分ちっちゃいとこ全部3だと思います。3、はい、かなり評判がいい車なんで頑張ります。前後のシェイクダウンで25秒585、魔王最有力候補の登場だ。なんかアクセルのリニアさがすごく悪い感じがするんだけど。マックスからは予想外のコメントが出てきた。アルボ
ドライビングを見てみると、確かにこれまでにない無駄な修正が目立つ。タイヤがまだ冷えているからなのか。それでもタイム26秒フラット。ちょっとね、入ってきた方がちょっとアンダーな感じが強いんだよな。はい、少しだけ硬くしてもいいかな。後ろし動かします。ちょっといや硬い方向後ろ、うん、じゃあちょっと締めます。少しだけリアダンパーを締め込む。挙動が収まらないマシン、慎重なコントロールでマックスがアタックをかける。820、自己ベストに届かず。後半セクションでの加速感は期待通りのスピード。アルボ柴田氏によればサスペンション系はシェイクダウンから全く変えていないとのこと。今 2.2 ぐらいまで上がってるんですけど、ちょい落とそうかね。はい、じゃあもう1本だけ、はい、攻め込むと挙動コントロールしきれない。これまでアルボーにはなかった症状、その原因がつかめないままセッティング走行は終了してしまう。ありがとうございました。少しハンドリングでアンダーステアオーバーステアっていうのがちょっと交互に出てきちゃうかなっていうフィーリングですね。ちょっとうまく乗りこなせてない。車高ワンターンですね。1.5mm。フロントだけ。OK。上げました。気休めかなでも。あまりなんか雲よきいや良くないんで。